どうも皆さんおはようございます。工藤です。3月28日の月曜日朝の7時24分でございます。はい、おはようございます。今日の朝はちょっと体調があんまりよろしくないですね。天気はね、はい、いいんですけど、昨日から引き続きという感じでコロナの、ワクチンの副反応がまだちょっと続いているような感じです。はい、まあ副反応のあれこれに関してはもう昨日とかの配信でねもういっぱい喋ったのでもうこれ以上喋ることは、まあ、ほとんどないんですけど、現状はそうですね、体のだるさはある程度消えたんだけど、まあ腕のね、左腕の痛みとか、あとね、頭痛がちょっとひどいね、今日ね。なんかもうすごい痛い。今も痛い。なのでちょっとお昼ね、ご飯食べたらちょっと薬を飲んでね、おこうかなと思います。さすがに。一応ね、熱も今ちょっと測ってみようか。熱はね、やっぱね、昨日からそんなに、まあ、37度ちょいぐらい、昨日からね、あったんだけど、今朝ちょっと測ったらもう36度ちょいになったんで、熱はね、だいぶ下がったのかなとは思うんだけど、まだちょっと頭が痛かったりね、するので、はい。まあでもこの頭痛が治れば、もう、大丈夫かなっていう感じはしてる。体のなんか昨日とか夜寝てる間もそうだったけど、なんかね左腕、左半身か、左腕を中心とした左半身がね、こう若干こうなんか違和感、だるさみたいなものがあったんですけど、今日の朝起きてそういうのは全部なくなってたかな。今もほとんどないですね、左腕とかは。まあ、その肩というか左腕自体がもう上がらないとかっていうのはまあねあるんだけど、まあ、だるさみたいなのは抜けたかなと感じです。はい、ただね、今日の夜っていうか、昨日から今日の朝にかけての夜はですね、もう全然眠りにつけなくて、でも頭が痛いせいだろうね。頭が痛くてね、何度も中にこう目が覚めるっていうことがありました。はい、で目が覚めてはなんかこう苦しんで、頭痛いって言ってもだい苦しみながらなんとか朝を迎えたって感じですね。まあ、途中ねこうトイレに起きたりもしたんだけど、それ以外にもこうなんだろう、目を覚まさせられて強制的に頭が痛くてみたいな、頭痛いみたいな感じでこう夜中に3回ぐらい目覚めたかな。で何度か熱くて布団剥いでみたいなことをやって、なんとか朝になったという感じです。はい、でその頭痛の痛みはまあ今も続いてるっていう感じですね。はい、熱はですね36度5分ですね。まあ朝にしてはちょっと高い気もするけど、まあでも平熱だね、36度5分なんで。はい、なので熱はもう下がったです。下がったですって言うんだけど、まあ、とりあえず良かったっていう感じですね。はい、だからあとはまあ頭痛と腕かな。今日多分薬ね飲んじゃえば多分頭痛は良くなるとは思うんだけど、肩の痛みはね、肩とか左腕の肩あたりの痛みというか筋肉痛のような痛みはまあどうしようもないな、もうちょっと待つしかないかな。これはね多分ね1週間ぐらいかかるかもしれないんで、まあ気長に待ちます。はい、とりあえず落ち着いてきたんで、まあ一段落したかなという感じですね。はい、なので今日はそうだね、月曜日はそんなに見るアニメないんですけど、昼以降進撃の巨人見たりとか、あとは、いつも通りピチピチピッチ見たりとか。あとは、そうだね、一番見たかった、86の最終回、23話かな
をね、今日ちょっと見ようかなと思ってます。ただちょっとこの頭痛い状態で見て、もうどうなのかなって思ったりするんだけど、まあ朝何かね、軽く何か食べてから、もう頭痛薬飲んじゃおうかなとも思ったりしてます。はい。普段朝ごはん食べたりしないんですけど、さすがにちょっと頭マジで痛いんで、今喋りながらね、マジでちょっと辛いんですけど、まあそんな感じです。はい。で、今日のまあメイントークというか、まあ、もちろんそのコロナワクチンの副反応のことも皆さんにお伝えしたいなとは思ったんだけど、さすがにそれだけだとあれかなと思って、まあ、なんかネタないかなと思ってたら、今日、なんかアカデミー賞の、受賞式発表受賞式でいいのか。アカデミー賞かな、授賞式で合ってる、アカデミー賞特集、はい、ちょうど今日っていうかもう今7時半なんですけど、なんか7時40分ぐらいからね、そのテレビとかではもうやるみたいなこと言ってましたけど、ワウワウオンラインとかで生で見れるのか。そうだ、第94回アカデミー賞受賞式か。あ、てかもう始まってんじゃん。今ちょうど始まったね。第94回アカデミー賞受賞式、ワウワウ、オンライン、3月28日月曜日午前の7時半。で、字幕版っていうのが、まあ午後10時から入るのかな。多分受賞式の模様を2カ国語版同時通訳で独占生中継にて放送&配信って書いてますね。はい。まあ私はあのワウワウ契約してないので、まあ見れはしないんですけど、もしね、あのまあこれ配信して聞いてる時にはもうすでにもう7時半とっくに過ぎてるんで、ちょっとあれですけど、まあ字幕版の時には間に合うのかな。間に合うっていうか、字幕版ってなんだ、字幕版、生放送ではないってこと、字幕版ってのはどういうことなんでしょう、よくわかんない。まあ、とりあえずワウワウの配信放送スケジュール的にはなんか午後10時って夜か、夜じゃん。午後10時って何？どういうこと？生中継は今からやるやつじゃないの？ちょっとわかりません。私そもそもアカデミー賞とかちゃんと見たこともないし、ちゃんと気にしたこともほとんどないので、まあ正直そんなにって感じなんだけど、でさっきあのなんか面白い作品とかあればねお話ししようかなと思ったんだけど、そうだね、まあパーって見た感じ、ほとんど聞いたことない映画ばっかり。デューンは砂の惑星だっけ、デューン砂の惑星っていう映画はなんか聞いたことあるような、気はする。それくらいかな。他ね、なんかね、日本の作品でドライブ・マイ・カーっていう作品があるんですけど、それがなんかこうなんか受賞するんじゃないかみたいなこと言われてたりはするみたいです。全然知らないけど、私もね、最近あんまり映画とか見ないな。でも特に実写の映画は全然見ないね。アニメの映画はまあ、時間ある時とかに、まあ、なんとかね時間見つけて見たりするけど、実写映画は特に見ないな最近。ドラマもほとんど見ないしね。
もうもっぱらアニメばっかりって感じだね。アニメとゲームと漫画ばっかりっていう感じで、うん、だからね、見ても全然わかんないんだけど。でそしたらね、これ多分ヤフーさんのページかな、はい、のページに、長編アニメ映画賞っていう賞もあるらしくて、アカデミー賞の中にね。まあ、ただこれもね、5作品かな。1、2、3、4、5作品あるんだけど、どれも私聞いたことないし、見たこともない映画ばっかなんだけど。うん。まず一つ目がね、ノミネート1がね、ミラベルと魔法だらけの家。ディズニーのミュージカル映画らしいですね。うん。アメリカの制作ですね。あとは、あの夏のルカ。これもアメリカの作品か。うん。あとは、フリー。うん。人生をアニメで語る新スタイルドキュメンタリー。うん、なんかね、見たことないけど、多分、なんか、なんていうのかな。普通のアニメとはちょっと違う。それこそドキュメンタリー作品、ドキュメンタリーを結局アニメーションでやったみたいな作品なんじゃないかな、多分。詳しいことが何も書いてないね。あとはミッチェル家とマシンの反乱。コメディアニメ。あ、ネットフリックス作品なんだ。ネットフリックスで見れるってこと？ミッチェル家とマシンの反乱。ミッチェル家。これか。ミッチェル家とマシンの反乱。ネットフリックスで見れる感じか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ちょっと一応マイリストに入れとこうか。うん。まあ見るかどうかは分かりませんけど。うん。ネットフリックスの作品らしい。うん。あとはラーヤと竜の王国。竜の王国を舞台に少女の戦いと成長を描く感動の物語。うん。なるほど。個人的にはそうだね。まあ何にも内容知らないけど、その、なんとなくその一枚絵の写真とタイトルだけ見た感じでいくと、あの夏のルカとラーヤと竜の王国がちょっと気になるかな。うん。あの夏のルカ気になる。これ去年入ったやつか。あ、ディズニー映画だ。あ、ディズニープラスで独占配信か。じゃあ見れねえな。なるほど、ディズニー映画か。まあでもそうだよね。まあこの手のさ、アカデミー賞とかに日本のそのアニメーション映画がノミネートされることってあるのかな？でも素晴らしいさ、アニメーション映画ってたくさんあると思うんだけど、アカデミー賞に来る映画はないんじゃないか？あんのかな今まで。あんま聞いたことないけどな。やっぱディズニー強いよな。ネットフリックスアニメとかね。ランヤと竜の王国ってこれどこの制作のアニメなんだね。これもディズニーか。なんだ、これも結局ディズニーじゃねえか。なんかつまんねえな。結局ディズニーばっかりって感じ。ディズニーとネットフリックスばっかりって感じかな。さっきのミッチェル家とマシンの反乱がネットフリックスでしょ？これがわかんない。これ何なんだろう？ドキュメンタリー。どこで見れるとか何の情報もないんだよな。どこで見れるんだよ、これ。わかんねえな。で、
これディズニーでしょ、でこれもディズニーでしょ、あーなんか個人的にはうん微妙って感じ。結局全部ディズニーとネットフリックスのなんかアニメかーっていう、うん、しかもどれも結局結構子供向けの作品かな、ディズニーだしね。一つフリーっていう謎のなんかドキュメンタリー作品が入ってるけど、うん、まあ、これは多分大人向けなんだろうけど、アニメーションって言っても全部 CG アニメーションだしな。 CG アニメーションを否定するわけではないけど、うん、なんか、やっぱ日本、難しいのかな、日本のねアニメーション映画、オリジナルアニメーション映画もたくさんあるんだけどね。それこそ、なんだっけ、竜とそばかすの姫とかもさ、ね。まあ私見てないけど、すごい良かったって聞くし。うん。あとはね、ユネクストで配信されてるやつで見ると、あの、愛の歌声を聴かせてとかね。はい、今、あの、まあ、有料ではありますけど、見れるようになったりとかしてるし、まあそのテレビアニメのね原作ありきの、まあ、映画とかもあったりするんで、あの、まあ、なんとも言えない映画も、ね、あるんですけど、うん、ただオリジナルのねアニメーション映画ももちろんあって、うん、素晴らしい作品はたくさんあると思うんだけどね。まあなかなか、うん、のみあのアカデミー賞に選ばれるっていうところまではいかない感じかな。はい、まあ、結局なんかディズニーとネットフリックスのなんかなんだろうね、うん、ばっかりっていう感じですね。だからあんま参考にならないと思う、うん、参考にならないっていうか、そうだね、普段私が言ってるようなアニメが好きな人からするとあんまり参考にならないかなっていう感じですね。うん、ディズニー作品が好きな人からしたら、あの、あ、この作品入ってるとかっていうのはあるのかもしれないけど、私ディズニー作品ほとんど見ないので、ほとんど見ないっていうか、うん、別にディズニーだからっていう、あれはないな。うん。はい。まあそんなところですかね。うん。まあ私が一番気になってる長編アニメ映画賞でさえ、まあそんな感じなんで、もう、普通の映画のアカデミー賞なんて言ったら本当にわからない作品ばっかだね、本当に。うん。まあ日本のね、ドライブ・マイ・カーっていう作品が選ばれてることが、まあ、すごいのかな。ちょっとわかんないんだけど、多分すごいことなんでしょうね。うん。はい。まあ、今、現時点で多分ね、いろいろニュース出てんのかな。ちょっと待ってよ。もしかしたらすでに今この時点でなんかいろいろ出てるのかもね。さすがにまだか。うん。ドライブ・マイ・カーが受賞なるかどうかみたいなニュースがね、NHK さんとかで出たりしてるんで、はい。まあ、ドライブ・マイ・カーが取れるかどうかっていうところなんですかね。はい。というわけで、まあ、気になる方は、ワーワーオンラインとか、まあ、あの、ネットニュースとかでもね、アカデミー賞で調べれば、あの、結果がどうだったのかっていうのは見れると思うんで、結果だけ知りたい方はそれでもいいのかなと、私は思います。はい。私もそのタイプですね。はい。正直、受賞式とかも、なんか、そんなに興味はなくて、うん、結果だけ、ああ、ドライブ・マイ・カー、撮ったんだ、とか、うん、あ、アニメのアカデミー賞、これか、みたいなね。感じでいいのかなと思います。はい。まあこの後ね、まだちょっと頭痛いんで、うん。ちょっと朝からちょっとテンション低めでしたけど、うん。まあ薬飲んでね、うん。86の最終回とかね、見たりとかして、まあなんとかね、今日で、うん、まあ腕の痛みはともかく、まあ、それ以外の部分はちょっと復活できたらいいなと思っております。はい。
まだ結構ね、いろいろやらなきゃいけないこともあるしね。うん。はい。というわけで、じゃあ今日の朝の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。